現状はもはや一刻の猶予も許されない。だからこそ都が先駆けて具体的な対策を充実させていかなければなりません。国に先行する形で新たな少子化対策を打ち出したのが東京都の小池知事。今月4日、所得制限を設けずに18歳以下の都民1人当たり月5000円を給付する方針を発表。さらに昨日、第2子の保育料を2歳まで無償化するとしました。財源があるということに対しては、正直大変羨ましいなと。愛知県でもこれはなかなかワンショットならやろうともやれんことはないと思いますが、毎年ということになりますとね、これなかなか容易ではないなと。愛知県でも少子化は急務の課題の一つ。県内の去年の出生数は53,918人で、第2次ベビーブームが起こった1970年代初頭と比べると半分程度の数となっています。支援策として県は去年、主に児童手当を受給する世帯を対象として中学生までの子ども1人当たり1万円の支給を決定。大村知事は医療や子育て支援、保育サービスなどを総合的にやっていくとしています。今の少子化対策についてこの地方の子育て世代に聞きました。出産の一時金とかが結構足りないので、出産した時のお金を名古屋市とかから国のとまた別でもらえたりすると結構助かるなと思います。こちらの女性は去年の冬に第一子を出産。2人目も考えますが、経済面で不安が。1人子供が増えるだけで全然変わって、ガス代もすぐ上がったし、電気代ももちろん上がったので、その今だったら暖房だったりお風呂も入れたりするんで、そういう負担を減らしてくれるなら2人目3人目もどんどん産みたいなっていうのは思いますね。